はいどうも、おはたみてみちゃんです。さて今回はですね、ポケットモンスターシールド遊んでいこうかなと思うんですけれども、今回はですね、準受けループ構築というのを考えてみました。このパーティー3体が受け、3体がアタッカーとなっておりまして、ヌオー、ドキドイデ、サニーゴはドクドクナイトヘッドを使って受け回しながら攻撃をする目的で入れてますが、マッシブーン、ゴリランダー、ドラパルトは完全にアタッカーです。マッシブーンとの相性がイヒードランをパーティーに入れても偽装ができていいかなと思います。とりあえず使ってみましょうか。それでは対戦よろしくお願いします。頑張っていきましょう。さあクリスさん、対戦よろしくお願いします。頑張っていきましょう。相手のポケモンがベルベルトに対して、こちらがドラパルト。とりあえずトンボ帰りでヌオを出して様子見ますか。でこのパーティーのいいところは、全員が受けループではないので、相手の思考を狂わせることができるんですよね。完全な受けループにすることもできるし、完全なアタッカーにすることもできるし、受け2体アタッカー1体みたいな器用なこともできるんですよ。相手守る使ってきたということは、毒見てブリムオンに交換する可能性が高いので、ここは蓄える積みましょうか。この蓄える自己再生で受けやりやすくなるなと思うんですけれども、相手が大魔切ってきましたね。これヌオー HB ベースで振っていて D に一切回しなかったので、ブリムオンの攻撃3ターン耐えるか分かんなかったんですけれども、蓄えるのおかげかちゃんとね、ブリムオンの攻撃3ターン耐えることができました。相手ブリムオンを引っ込めてキュウコンを出してきました。この時の相手の意図を僕は分からなかったんですけれども、たまたま選んでいたタイプ1抜群の地震が相手に大ダメージを与えていきました。実はキュウコン、ヌオーに4倍弱点のソーラービームを打つために出てきたみたいです。ヌオーは4倍弱点はさすがに耐えないよなと思ったけど、しっかりと耐えていく。開始の地震でキュウコンを倒していった。ここでのベルベルト出しはヌオーの毒毒が見えているので、さすがに釣り交換決めてくるのかなと思ってドキドイデを繰り出しました。しかもドキドイデならブリムオンのマジックミラーでも毒タイプだから毒毒にならないし、 HD ベースでもそこそこ物理耐久もあるので、ここでの出しは悪くないなと思ってます。ここ僕毒毒を選んだんですけれども、ベルベルトは守りで技確認と食べ残しの回復を狙ってきましたね。これ初手のヌオーの時と同じ動きをしているから、この状態だとおそらくブリムオン出しだと思うので、僕はここをヌオーに交換しました。ヌオーとブリムオン比べたらヌオーの方が早く動けるので、自己再生が安全にできると思ったからです。そしてしっかりと読みを当てていきました。そしてこちらは安全にヌオーを出して自己再生を行っていきます。そして相手のサイコショックもしっかりと耐えていったー、気持ちいい。そうして相手は降参していきました。対戦ありがとうございました。皆さんも準受けループ使ってみてはいかがでしょうか。ということでお疲れ様でした。おつたび。